伝えたいことしかないのに、何も声が出なくてごめんね。僕は毒虫になった。そんなに興味もないと思うけどさ。時間が惜しいのって今度は手紙をしたためるとしようか。不甲斐ない一日よ。今日の始発の便に乗って。僕らは
しいな。